日本語から英語になった意外な単語シリーズ。そのまんま英語で使われてたりとか、うん、もしくは変換されて使われてたり、はいはいはい、日本のね和製英語みたいな感じで使われてる英語、うんうん、アメリカ人がもしかしたらもともと日本語だって知らないかもしれない感じ。ああ、そういうのもあるのね。ちなみに今回はいわゆるよくさアメリカで使う寿司とか、うん、楽しみたいのは入ってない。そうね、いわゆるこう食べ物の名前とかではない。はいはいはい、なるほどね。じゃあ割と意外なところをピックアップしてきてくれたのかな。思う。ちなみに津波はある？津波はない。ああ、じゃあかなり意外なところ来てんじゃないかな。台風、津波はない、うんうん、入れてない。ああ、素晴らしい素晴らしい。見てる人たちもねかなり知識のある方が多いから、うん、ありきたりのものを入れちゃうとね、こんなのもなのってなるようなものをじゃあ選んできてくるっていうこと。じゃあ早速一つ目お願いします。一つ目なんですけど、うん、包む。包む？どういうこと？ラップ？そう、ラップするっていう意味の包むなんだけど、うん、相手の気遣いとか、うん、丁寧にするっていうのを包む。え、使ったことある？私はない。見たことも。私も聞いたことないんだけど、あ、じゃあ使われるらしい。一部業界ではラップの上位互換として包むってあるんだね。そう、でも確かに日本の放送技術がレベル高いっていうのはアメリカでも結構有名なの。あ、そうなんだ。アメリカでも有名なこう日本人が包むのをいろいろ SNS で上げてるのとかすごい人気だし、アメリカ人ももうみんななんか、この人何でも包める人みたいなっていうのは実際にある。そうなんだ。だからその思いやりだとか、そういう技術を全部合わせて包むっていう。なるほどね。ラップでは収まりきらない部分を包むで補ってるんだね。おもろそこなんだって感じだけどね。私は実際に使われてるのはあんま聞いたことないけど、うんうん、それが発祥した感覚とかは、ね、ありそうって感じ。あ、わかるって感じなんだね、うん、その言葉ないわみたいな。そう、確かにないみたいな。なるほど。日本人の包むことに対する思い入れがやばい、うん、お菓子なかなかたどり着けない。確かにね。だってコンビニのお菓子ですら、うん、なんか開けたらまだあるのみたいな、まあね、あれを包むというのか、まあ包むか、うん、あのアメリカにはその概念ないから、ね、そもそもチャックついてるお菓子とかも少ないんですよ。なるほどね。開けたらもうおしまいみたいなものが多い。食べきるまで終われませんみたいなね。そう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 。日本ってそれをなんか使い回したりとか、はいはい、もしも食べきれなかった時とか、うん、その先の先まで考えた上でやってるからね、うん、それがすごいって。パッケージングとかすごいなって。なるほど。じゃあ次行きましょうか。はい、2個目です。2個目。スカッシュ。そう、少し。もう一回言って、何で言った？スカッシュ。スカッシュっていうの。そう。何それ何それ？意味は？ちょびっと。少しちょうだいの。少し。少し。ああ、なるほどね。だから少しの意味もそのまんまなんだけど、もともとは第二次世界大戦で、はいはいはい、日本とかに来てたアメリカ兵が、うん、日本語を聞いて、スカッシュって言葉を覚えて、うん、背の低い小さい日本人をバカにして、スカッシュスカッシュとか呼んだりしてたらしいんだけ ど、でも結局それが元の意味に戻って広まったみたいな。すごくね。ジーパンとかに少しストレッチみたいな、ちょっとだけなんか、ね、そういう意味でも書かれてたりとか。面白い。いや、見たことあるんだ、じゃあ、ケイ自身。今見せてもいい？おいおいおい。ちょうど TikTok で見たんだけど、There's a squash more room。へぇー。レヴィーズってすごい有名なブランドなんだけど、うん、書いてある。へぇー、そうなんだ。少しモール。あとちょっとだけ入るよ、みたいな。なるほどね。あ、そういう感じで使うんだ。そう。本当に日本の使い方と一緒なんだね。そう。真ん中こうやってしたけど、結果的に元戻ったんだね。元に戻って。そこも頼るんだね。そう。大体そういう時はそのままさ、間違った使われ方していくのが普通だと思うけど、元にピッて戻った。戻って、ちゃんとお酒とか、うん、少しとかって言ったりする人もいる。その少しはリアル少しなんだ。そう。でも通じるっていう。なるほどね。じゃあ、3つ目お願いします。3つ目。うん。うまみ。うまみ！うまみね。そう。なかったんですよ。英語にうまみって言葉がそもそも。まあ、だろうね。俺、あのジャンクフードだらけの街並みで、うまみはちょっと信じられない。なさそうって思う。そう。だから、日本のそのうまみっていう概念を知って、うん、あ、食べ物のうまみがとかって、やっと浸透して、うんうん、今ではめっちゃ使われる。あ、そうなんだ。よく使うんだ、うまみって。めっちゃ使う。あの、SNS とかで、こう食べ物のこれ、食レポとかして、The うまみみたいな。分かってんの、それ。大丈夫って思ったりもするんだけど、めっちゃ使う。あ、そうなんだ。もう料理番組とか見てたらめっちゃ面白いよ。The umami is amazing とか言って。
日本だとそういう使い方あんましないけど。しないしない。面白いなぁと思って。Umami is amazing は言わないね。So much umami in the soup. あ、でもその使い方はそっか。日本語で言う旨味が凝縮されてるみたいな感じだから。そうそうそう、そう。まあ、悪くはないのか。なるほどね。でもなんか面白いよね、英語になると。英語になるとちょっとまた違う感じになるね、ニュアンスがね。そうなんです。アメリカ人にはない概念を日本人が、ね、持ってっているっていうか。面白。そうなんですよ。じゃあ次行きましょう。はい、四つ目。四つ目。根回し。いわゆる根回し？そう。英語でも根回しなん？そう。マジ？何かを実行するために、うん、裏取りじゃないけど、うん、最近準備するみたいな話を通しとくみたいな、うん、そのまま根回し？そうっていう感じで、うん、根回しなんかビジネスでよく使われるっぽい。あー、ビジネス用語だもんね。だもんねはおかしいか。そうね、日本だと別にビジネス用語あんまりビジネスではだけではない限らないけど、根回ししといてねとか言うもんね。そう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 。英語だとビジネス業界とかでよく使われるみたい。なるほどね。確かにって思うわ。うん。実際。便利な言葉ではある。でもあんまり私はアメリカでは聞いたことなかったから、うん、働いてる。とある業界とかね、うん。特定のところで使われてるんだろう、会社員とかが使うのかもしれないなっていうようなイメージです。うんうんうん、なるほど。じゃあ次行きましょうか。はい。うん、次5個目。5個目。本庁。本庁、本庁、腸、お腹の腸。違う、班長から来てる。班長、リーダーとかボスって意味だそうです。班長なの？ちょっと変わってる。班長。ちょっと変わっちゃったんだね。本になっちゃった。本になっちゃったんだ。班長になっちゃった。でもそれがボスみたいな意味で使うってこと？そう、班長から来てる。マジで？なぜ班長？これも確か第二次世界大戦の、うんうんうん、名残みたいな感じなんだ。そうそうそう。で、班長とかって呼ばれてる人たちを、うん、ああこの人たちがリーダーなんだ、ボスなんだっていうのをそのまんま持ってったっていう説があるらしい。なるほどね。その時の日本人の発音が本庁に聞こえたんだ、アメリカ人からしたら。いや、言えなかっただけじゃない。班長って言ったんだよね、うん、それが本に聞こえたんだよね、うん、班長って言ったんだ。なんかちょっと聞こえなくはないじゃんか。まあね、確かに日本人がさ、班長を呼ぶ時に班長って言ったら、うん、班長なるよ。なりそうなりそう。かってあんまり言わないと。確かに言われてみると、うん、班長っていう。これも多分ビジネスとかで使われるっぽい。本当に使うかは言っちゃいないけど、あるってことだよね。私は聞いたことないんだけど、うんうんうん、あるらしい。なるほどね。なんかちょっと嬉しさはあるよね、やっぱり。ある。英語から日本語ってめっちゃ多い。多い多い。日本語から英語ってネガティブな言葉ばっかだった、俺が知ってるやつって。確かに。台風とか津波とか、ちょっとネガティブ要素強いし、過労死とか残業とか、なんかちょっと残念じゃん。残念だ、ね。ポジティブなのってなんか旨味ぐらいですよ。は名称じゃん、ただの土とか。モッチーとかも。モッチーとか、それまあ名称じゃんか。ポジティブ要素あんまなかったけど、うん、班長とか、今まで出てきたやつとかも、なんとなく、あ、ちゃんと伝わってんだな、っていうのがあると、なんかちょっと嬉しさはある。そうね。うん、まあでも、これからちゃんと伝わってないのも出てくるので。はい、わかりました。お楽しみに。お楽しみにということで。次、6個目。6個目。うん。タイクーン。体育？体育じゃない、うん。これは無理だと思う。無理だと思う。そういうこと。日本語ぐらいなんでしょ。当てさせて。タイクーン。タイクーン。タイクーンの進化系なんだよ。タイクーン。って思うじゃん。いや、ポケモンみたいな名前。これ絶対当たんないから。征夷大将軍。わかるか。わかるか。大将軍をタイクーンになったのかな。うん、ええー。征夷大将軍タイクーン。いやいやいや、ならないならないならない。絶対ならない。絶対ならない。え、なんでそれを使うんだ。で、それが、うん、権力がある人、将軍みたいな。あ、なるほどね。で、権力がある人っていうのから、うん、今となってはお金持ちのビジネスマン。全然変わってるじゃん。前代将軍かけ離れちゃってるやん。権力がある人とか、うん、お金持ちの人のこと。あ、そうなんだ。これは聞いたことある。あ、そうなの。うん。で、私もこれを見て初めて、日本語だったのってな。しかも征夷大将軍、うん、え、征夷大将軍って元の意味知ってる？どういう人を征夷大将軍って言ってたか知ってる？あ、うん、書いてあった。どういう意味？オープンじゃないけど。違う違う。征夷大将軍って制服の征夷、伊敵の伊とかね、東に伊敵っていうのがいたの、東北とかに。その敵を制圧する大将軍ってことで征夷大将軍ついてる。日本国内のある土地を制圧するものみたいな、権力があるとか、そういうわけじゃないの。まあでも将軍でしょ。将軍ではある。偉い人ではある。偉い人ではある。そこが大事だったんだ。それがタイクーンとして、英語であるんだ、今。もともね、あれはもうないんだけど。ないね。消えたね、完全に。あ、でも面白いわ。でもこれは確かに聞いたことある。へぇー、面白。うん。じゃあ次行きましょうか。はい、7個目です。7個目です。アニメ。
アニメーション、そう、これはちょっと待って、今俺混乱中、アニメーション、んこれはちょっと逆輸入みたいな、逆輸入、あー、はい、ちょっと説明してください、俺今混乱中です。そもそもアニメーションってこうアメリカでできたものだったりするんですけど、うん、ですよね。アニメーションっていう言葉を日本人が略してアニメっていうようになって、うん、アニメアニメって言ってたらアメリカ人が勘違いしちゃって、日本のアニメーションがアニメっていう名前のジャンルだと思っちゃった。ああ、新しいアニメだと思ったんだ。そう、アニメって言葉だと思った。なるほどね。アニメーションから来てるんじゃなくてアニメって言葉があるのかと思って。なるほど。で、日本で言うアニメーションはアニメっていうものだと勘違いして、なるほど、だから日本っぽいアニメーションは全部アニメって呼ばれてる。そうなんだ。ジブリとかはアニメって言われてる、うん、あれはアニメーションじゃないんだ。そう、アニメの、面白い。いわゆるなんか日本のアニメっぽいキラキラしたこうお目々とか描くと、うんうんうん、アニメアイスとか言って言ったりとか。そうなんだ。じゃあこれは結構使うんだ。すっごい使う。TikTok とかなんかフィルターがちょっとアニメ顔になると、アニメフィルターとかって書いてあったりとか。マジか。アニメヘアスタイル全部アニメってつく。逆言うのね、完全にね。そう、完全にジャンルとして使われてる。マジか、それは知らんかったわ。そうなんです。完全にもともと英語なのに、逆に一般的なアメリカ人が知らないアニメーションだって言って。なかなかないパターンだよね。そう、略す文化があんまないから。そっか、わかんない。なるほどね。日本は略しちゃうからね。それを言葉として覚えるよね、それはね。関連で言うとちょっとオタクとかもそうなんだけど、オタクっていう言葉も、まあ、英語だとネルっていうのがあるんだけど、オタクというジャンルみたいな、なんか日本のアニメが好きな人たちはオタクみたいな。へえ、ギークは違う。そう、ギークもそうなんだけど、うん、日本でいういわゆるオタクみたいなのをオタクっていう。なるほどね。言葉があるのに、なんかそっちで使うみたいな。そう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 。もうその別ジャンルのオタクみたいな。なるほどね。っていうのもあります。はい、じゃあ次行きましょう。はい、8個目。8個目。先輩。はい、先輩。先輩。先輩も使うんだ。そうなんですよ。なんか一部界隈な気がしちゃうけど、なんか勝手に。あ、そうね。あの、一部界隈で使われるのは、恋してるのに振り向いてくれない人。それちょっと全然意味が違うけど。絶対さ、出会い系のアニメ見すぎだよ。間違いなく。確かに、いる、うん。いる。うん。絶対先輩は振り向いてくれない最初。最初は特にね。そう、うん。途中から変わったりするんだけどね。そうそ う, そう。最初は特に。振り向いてくれないっていう、もう、もしくは、うん、日本語で使われてるような先輩なんだけど、うん、ちょっとふざけて言う時の方が多い。あ、そうなんだ。誰かのことを、うん、英語ではそういう言葉がないから、うんうん、自分が目上だと思う相手に、うん、ちょっとふざけて、Hey, 先輩みたいな。なるほど。日本語で言う社長みたいな使い方だ。あー、近いかも。社長さんみたいなね。あー、なるほどね。そうやって先輩を使ってるのね。パイセンみたいな。あ、はいはい。でもなんかそのノリとしてはそっちの方がそれくらいなんかふざけた感じ。なるほどね。ガチに尊敬してる人には使わない、ね、なるほど。さあとか言うとか、なんかそういうふざけないと思う。ガチの尊敬してる人は、ね、そう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 。9個目、9個目、さつまさつまいもって思うじゃん。九州の鹿児島って思うじゃん。みかん、みかん、もともと薩摩からこうみかんが行ってたらしくて、はいはい、でそれのみかんの方じゃなくて薩摩だけの方が名前が定着しちゃって、うん、みかんイコール薩摩になっちゃった。そうなの。でこれちょっと面白い話あるんだけど、うんうんうん、うちのおばあちゃんが何十年も昔なんだけど、うん、イギリスにおじいちゃんの転勤でイギリスに住んでたんだけど、その時にみかんが売ってて、あ、欲しいって思って、でもなんて呼べばいいかわかんないわかんないって言って、うん、英語がわからないって言って、誰かがスツーマーって言ってるのを聞こえてすごい練習してたんだって、うんうん、スツーマースツーマースツーマーって言って、うん、ついて看板見たらサツマって書いてあって、サツマじゃんローマ字ではね、ただの薩摩だもんね。スツマっていう言葉じゃなかった。日本語だったっていう。マジでじゃああるんだね、薩摩っていう。そう。じゃあイギリスなのかな。あ、イギリスの方が使われる。アメリカだとクレメンタインとかタンジェリンとかって言ったりする。オレンジじゃない。うん、一応みかんとオレンジは違う。あ、別物なのね。そう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 。だけどイギリスだとセツーマーズって呼ばれる。面白い。 I want a セツーマーって書いて、ちょっと気持ち悪い。そう、うん、サツーマーのイメージが全然ないみかんに。そうなんだよね。全然ない。愛媛とかにしてほしい。イギリス行ってサツーマーって言ったらちゃんとみかんが出てくる。
プリンサツマとか。でも私前、うん、ドラマで見て本当に言うんだってなって、うん、ちょっと感動した。なんかおばあちゃんの話はずっと聞いてたから。サツマをドラマでも使ってんだ。そう、おばあちゃんの話ずっと聞いてたから、うん、なんか本当に言うのみたいな感じの部分もあったんだけど、うんうん、本当にイギリス人が言ってるみたいな。そうなんだ。ガチで使うんだね。ガチで使います。じゃあ次行きましょうか。はい、次ラストです。ラスト10個目ゼン。座禅とかね。そう。禅、うん、どういう意味使ってるの？瞑想をするとか、もしくは落ち着いて平和な状態だとか、はいはいはい、こう自然の力とかを禅って呼んで。使ったの聞いたことある？めっちゃ聞く。あるんだ。めっちゃ聞く。どうやって使うの？ There is so much Zen here みたいな。そうやって使わん。禅はそうやって使わない。他は。I need to concentrate on my Zen. そう、だから結構アメリカとか行くと、ゼンって名前のお店、日本料理屋さんとかも多かったりとか。まあでも、それはあってもいいかもしれないけどね。名前としては。多いんだ。あ、多いんだ。なんか日本料理屋さんといえば結構ゼンみたいな名前が多かったりして。ね、でもそっか。正しくゼンって、まあでもそもそも概念だからね、ゼンってね。そう。難しいよね、伝えるのはね、うん。伝わってはいないね。精神統一のその修行僧が目指す場所みたいな。ものみたいな。ものでもないからさ。形のないものだから、うん、禅って。それは難しい、うん。なんか瞑想した時に湧き出たものみたいな感じ。違うなぁ。なんかちょっと違うな。湧き出るもんじゃないんだよな。There's so much Zen in Japan みたいな。まあまあいいやいいや。そういう概念的なものをこう、面白いと思ってくれてさ。そうそう。使ってくれるってだけで、まあなんかいいんじゃないかな。そう。俺はちょっと、それ違うよって言いたい。痒くなるでしょ。痒くなる。だから、うん、これで、ね、ズーカツさんは初めて、うん、私が普段思ってる和製英語に対する痒みを感じたっていう。こういう気持ちなの？そう。なんか、いや、わからなくはないんだけど、キュッみたいな。ちょっと違うみたいなね。なるほどね。じゃあこれ見てる皆さんももしかしたら同じ気持ちかもしれない。そうちょっと違うって。だからその言語を知ってれば知るほど、うん、違うって気持ちになっちゃう。ね、どうしても。ああ、かゆみを知りました。そう、うん。なんか別に悪いことじゃないんだけど、うん、そういう使い方をして言語ってどんどん変わっていくものだから、うん、もちろんいいんだけど、キュッキュッって思っちゃう。やっぱ自分がどこかにいる。いる。すっごいいる。いる。すっごいいる。そうなんですよ。まあこういう感じなのね、あなたは。そうなんですよ。結構日本でカタカナ英語を見るとキュ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 。いやーでも面白かった。トータル、はい、よかったです。ちゃんと期待超えてきたよ。これで、ね、なんか皆さんもちょっと、うん、ここら辺の日本語はアメリカでも通じるということ。通じるかどうか怪しいんじゃないの。どうだ、なんか部分的にじゃない。善とかは通じるか、うん、善の使い方によるけど、ちょっと使い方気持ち悪いけど、日本人が善を使おうとすると、うん、ちょっとこれと違うみたいになりそう。通じるのは少しです。ということで今回以上になります。よっしゃー。